ウェイン・イーマイヤーはアメリカ海軍のミサイル駆逐艦。アーレーバーク級ミサイル駆逐艦の58番艦。艦名はイージスの父と呼ばれるウェイン・イーマイヤー海軍少将に、ちなむ。ウェイン・イーマイヤーは、アン、スパイマイナス -1 を搭載する100隻目のアメリカ海軍艦艇となる。ウェイン・イーマイヤーは2007年5月18日にメイン州バスのバス鉄工所で寄港し、 2008年10月18日にアンナメイマイヤーによって命名され、浸水した。2009年10月10日にペンシルベニア州フィラデルフィアのデラウェア川で収益し、2009年12月4日、母校のカリフォルニア州サンディエゴに到着した。2019年、第7艦隊所属艦艇として、南シナ海において中華人民共和国が実行支配する当初に対する、 航行の自由作戦を実施。8月28日には、スプラトリー諸島のファイアリークロス賞とミスチーフ賞の12回里内を航行9月13日には、パラセル諸島に接近した。11月21日にもパラセル諸島付近を航行した。ありがとうございます。